はいどうもー、はいはい、楽しいご飯の時間ですよ。ということでやりました。作ってるところは撮ってないですけどね。ありがとうございます。今日も道じまいでございます。アンバーから送ってきた道じまい、当然なし。ありがとうございます。絶好者間違いないです。そして目玉焼きランチョンミート揚げたい。この揚げたいもね、非常に美味しかったです。この揚げたいも非常に美味しかった。この3つなんですよ。これが揚げたいです。何でしたっけ、鈴広、ちょっと忘れてた。あの揚げたいね、揚げたいっていうやつね。でこの味噌汁、今日の味噌汁、またこのちょっと味噌汁の具ジャバジャバってやって、でそれプラスね、これもあんまから送ってきたやつなんですけど、あそういえばこれもあったんだと、あ腹けで、これ入れました。伊勢わかめが世論から送ってきたっちゅう、よくわからない状態ですけど、当然なし。ありがとうございます。ね、せっかくこうだった、あるんだったっつって入れてみ、やり方わからんから入れてみたい。入れた。後からじゃ出てきますね。で、そしてこれ、梅ごぼうです。梅ごぼう。ちょっとね、端が汚れる前に先にこれをね、いっときましょうと。この子を先にいっときましょうということです。ご飯の上にじゃなくて、こっちの方ね、初です。このあっさり梅ごぼう初でございます。楽しみです。漬物も大好き、ひじまです。さあ、ちょっと本当はこれとね、白米だけでもいいと思うんですよ。漬物があるっていうのは、漬物ってそういうことだから、ちょっと贅沢すぎるっていうの、贅沢すぎると思う。改めまして、映ってる、サムネにしちゃおうか。じゃあサムネにしちゃおうか。いただきます。じゃあってよくわかんない。汁からいきます。はい、今日も絶好調。味噌もあんまから送ってきた味噌です。あ、これだ、これだ。伊勢わかめ、これだ。あの、そのまま入れたらあれだって思ったんで、ちょっとだけちんぎって入れたんですけど、それでも十分でかいね。それでも十分でかいです、あれです。伊勢です。久しぶりに行きたいな、久しぶりに。うん。あー、おいしい。あー、いいね。うん、あーいいね、あーおいしい、あーいいね。伊勢行った時もね、あの時も台風が来たんだな。ホテルが停電したもんな。台風だったはずだな。そう。しょっちゅうなんです、僕は。どっか出かけると。式年遷宮の次の年でしたね。式年遷宮の次の年。下空、内空、あーおいしい伊勢うどん。あ、ちょっと衝撃だったな。これがうどんなのかと、これが伊勢うどんなのかと、あーそうですかと、うん、あ衝撃だったな。あ、おいしい。ちょっと待って、止まんないぞ。あ、おいしい。やっぱ味噌汁おいしいな。やっぱ味噌汁なんですよ、やっぱり。
よね。やっぱその大石田さんはさ、ちょっと若めね、若め伊勢うどんに引っ張られてそっちの話ばっかになってるけど、まあいいじゃない。やっぱりね、パワーがさ違うわね。ほんと全然違ったね。やっぱり今思い出してもあの時のパワーがまだ体にこう流れてる感覚がね、思い出したら、あ、これってそうかっていうのを思い出しちゃうような、うん、ほんとによ。やっぱすごかったな、空気が違うんだもの、ほんとに全然。空気が違うんだな。神様も仏様もいるわけねえだろうとね、そんなものはないんだよと僕は思ってるんですよ。本当に思ってるんですけど、人一倍信じてるの。意味わかんないでしょ全然意味わかんないと思うんですけど、本当にそうなんだよ。そんなのあるわけないと。バカ言ってんじゃないよと思ってるんですよ。で、公言してるんですよ。でもね、人一倍大事にしてる、そういうことは。人一倍出たらお前全然違うっていうなっちゃうから、大事にしてる、大事にしてる、信じてるんです。全く信じてないんだけど大好きで信じてるの。意味わかんないだろうな。でもその思いは本当だと思う。思いは長くなっちゃダメだこれ。この時間帯に話すことじゃない。うん、分かるね。自分で自分に攻撃しちゃいます。みんなの気持ち、まあ今はねほとんども皆さんはただの観光で、大石さんだけじゃないですよ。どこもかしこもですと、お寺も神社も教会も、うん、やっぱこの揚げたら美味しいわ。やっぱ美味しいわ。観光の方がほとんどですけど、観光だけだ、だけの方がそこにいろんな思いやら何やらちゅうのはないだろうけど、分からんけどね。本当にその何か思って、あ、ありがとうございますと、まあまたはお願いします、はあ、お願いしますもどうなんだろうと思ったりするけど、分かんない。そういう思い、思いを持ってね、携えて来てる方々の空気感っていうのかな、そういうのは本当だと思う。うんうんうん、それがさ風が吹いて流れてなくなる前にまた次の思い、次の思い、次の思いって、うん、おいしい。これはさ何千年も積み重なってくるわけですよ。1年2年の話じゃないんだから、それが何百年何千年何千とは言わんけど、何百年何千年何千年だよ。木が生えてくるわけですよ。木を吸った木が成長するわけですよ。生えてくるというか生えておった木もいるだろうし、
そこにね、そんな空気焼きに囲まれてさ、あれすごかったな。うん、すごかった。うん、ごぼうです。あ、おいしい。うん、うんうん、さっぱり。国産の若鶏ごぼうをカツオ風味の梅肉で和え、パリッとした食感に仕上げました。仕上がってます。ありがとうございます。うん、非常にいい。さっぱりです。うん。ああ。うん。やっぱり美味しい。さすがだね。このラップに包む量も完璧だよ。あんま。さすが。島で。僕が食べてる様子。まあ最後の西島の時はもうお借りしすぎましたけど、完全に。大爆発して。普段の食べてる量を見てね。あ、願望と。今回の量でしょうね、と。いうことで把握しとったんだね。毎回食べる量を見て記憶したんだね。うん、まあ包んできてる量も完璧です。ちょうどジャストです。ああ、これはデザートにしよう。さすがだね。うん、うん、あ、この揚げたい美味しいな。冷凍してるやつでも美味しいんだから。食べたい食べたい。またね、今日もほら、食事ですよ。毎回毎回。この揚げ台は小田原だっけな。確か。ね。俺どこなんだろうな。作ってるのじゃないんですよ。僕が知りたいのは。まあ作ってるのもそうか。まあ、栃木、栃木ですよ。栃木です。そうなんです。このごぼうと梅がどっからかなと思ったんだけど、俺作ってるの栃木。春はどこから来るかしら、あの山越えて、の越えて。ごめんなさい。もうこの卵はどっから来たのかしらと思ったら、連想ゲームじゃないけど、それでいきなりそう今出てきました。ごめんなさい。
お皿を回すなんて行儀が悪いこともしちゃって、ごめんなさい。うん、いやでもこの揚げたい本当美味しいわ。練り物大好きだし、っていうかランチョンミートとかもう肉でもすごいすりつぶしたのが好きなんだなこれな。ごめんなさい、謝ることじゃないか、すりつぶしたのが好きなんだなきっと。魚もちろんまんまも大好きですよそりゃ。でもこうやって見ると考えると天ぷら系ね、さつま揚げ揚げ系だったりちくわだったりさ、またはこうランチョンミートウインナーハンバーグ、何時期も入ってるからこれは何時期です。いやすりつぶしたのが好きなんだな、何でも好きなんですけどね結局は。うん、うん、今コロコロコロって音したよね、なんだこれ今の。うん、どこ行った、これか、これだ、なんだこれ、なんだこれ、やっぱちゃんと洗うとダメだな。音だけ聞いてください。こういうのがあるから洗えて書いてあるのか、わかめとか昆布のあれには。他のところから出てこないからね。あ、なんか出てきました。ごめんなさい。やばい、高音マーク出てる。これもうダメか。ということで。さまざまなめちゃめちゃ豊かな食事、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。あっ。